モールカスは a b e 日を計算科学プログラムである。数多くの研究機関の国際的共同事業によって開発された。モールカスは科学者によって開発された科学者のためのプログラムである。基本的に市販用の製品ではなく、所有者が金銭を得るために販売されない。本プログラムの焦点は、規定状態と励気状態の両方における。 一般的電子構造を計算するための手法に置かれている。モールカスは一般的及び有効な完全活性空間多重配置 SCF 計算レベルのための高度を含むがより制限された MCSCF 波動関数も利用する。また、この理論のレベルにおいて勾配技法を使った平行及び繊維状態の幾何構造最適化や力場を及び 振動エネルギーの計算も可能である。モールカスは二次接動コードキャスプトに及びラスプトにも含む。モールカスコードは1980年代以末にルンド大学のビョルン・ウォー・ロースのグループによって作られた。プログラム名はマリキュールと CAS の組み合わせである。モールカスには1992年に発表された。配布形態は IBM-VM サムケのテープだった。 モールカス2は新しい配置乾燥後作用コード、新たな積分コード、および結合クラスター方コードを含む。モールカス4はいかなるユニックスあるいは Linux、オペレーティングシステム上でも動作する最初のリリースだった。2001年、モールカス5がリリースされた。これはコード開発のための分散モデルを備えていた。2017年9月、 モールカスコードの大半がオープンマールカスという名称の下でオープンソースとしてブランチが切られた。モールカスの主要な機能はモールカスマニュアルやチュートリアル集文献で見ることができる。ありがとうございます。